皆様ごきげんよう、マナトと申します。ニーヤオートマタ2週目、続きをプレイしていきたいと思います。森の国、王様の秘密が分かってつらい。はい、パスカルのところにお話を聞きに行きます。2週目で、2週目つらいですね。やっぱり相手のことを知ってしまうと、いろいろとやりづらくなる部分ありますよね。それが敵対する者同士ならなおさら。でも本当に敵対する必要はないんじゃないのって。はい、うじうじ言ってる間に着きましたね。あ今にも始まろうとしてる。あれ、一つクエストが、ん、あれまたお母さん、どうしたの。実はまた息子が引きこもってしまったんです。しょうがないな、ハッキングで開けてみるよ。君また引きこもっちゃったのかい。硬い AT フィールドが硬い。よし、今度はどうしちゃったの。あれ、これ中は開けられてなくない。怖かったんだ、外に出るようになったら気になるロボットができた。思考回路がショート寸前で。そうか。ママが一緒にやってあげるから。やめて、差し上げて。ダメだよ、息子ロボ頑張って。一人で勇気を出すんだ。今度は足。この間は腕でしたよね。結局なんかドア鍵かかって気になる子ね。また引きこもるロボ。いやー、ママそこは息子ロボを頑張ってもらって。あ、そうそう、実はサルトロさんももう一回話をしなきゃいけないんですよね。あ、いなくなっちゃった。もうここにはいない。旅？自分を探しに行く？え？サルトルの置き手紙。最後まで意味不明の人でしたね。人類も男と女っていうのはこんな不思議な関係だったんでしょうか。さあ。あ、そうか、アンドロイド感は全然そういう恋愛要素はないんですね。ラインさん、どうしたんですか。直接話したいって。ああ、そうでした。実際の記録を見てもらった方が話が早いな。あ、来ましたよ。1周目はデータを転送しました。なので今回はデータは転送しません。あれ話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。あ、これ絶対に見てもらわないといけないのか。なるほど、この A2 というアンドロイドです。危険な
この村にすみません。そう。各地を警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。あれ？ああ、そうかそうか。これも受けたまわってましたね。おお、お金くれた。はーい。あれ？また？またなの？あ、また頭抱えてる。どうしたの？今度は。昨日から突然。仲良くなるんじゃなかったのか？あー気になる気になる。やっぱり引きこもるロボ。うわーすごい。攻撃してくるタイプも。なんというものを。負けた。もうあんたって怖っ。なんで引きこもったの。クリアしたよ。うん、楽しかったの。空気を読みながら会話することに疲れてしまって。そうして悟ったんだ。引きこもって他人と接触しないことが一番楽だということにね。ダメなやつだ。ダメなやつ。僕はこれから最強の引きこもりを目指す。そんな夢、そんな夢。電子ロックを開発してみせるから。ああ、なんて立派なことを言うようになったのかしら。こら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 。うん機械生命体の頭2個胴体ももらってしまった。いいのそれで。まあ当事者が幸せならいいのかな。ショップは何か増えたりしてる？うん、特に増えてないですね。森のやつ会えませんね。刀鍛冶の人がいらっしゃるようなんですけど。ではレジスタンスキャンプへ行ってみましょうか。まあいろんな夢がね。なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おおありがとうトゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター210より 9S 定期連絡を行います。はいはい、こちら異常はないですよ。了解しました。久しぶりでしたね。それと最近のヨルハキ隊 9S の活躍に対し、司令官から直々の称賛があったことを伝えます。へー。それに伴い9号モデルの増産の検討をするとのこと。へえ、そうなんですね。嬉しいな。この結果もオペレーターさんのサポートがあればこそですね。オペレーターさんは冷静だし美人だし。ご指摘は不要です。お世辞じゃないんだけどな。この二人の関係はまたいいですよね。塩と見せかけて実は気遣ってたりする。
トゥービーツンデレ、ちょうどいいところに来た。クーデレ、実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻る。我々レジスタンスも補給さ、君たちにも護衛、ああ機械生命体、もちろん夜頼んだぞ。いやー大変ですね、ここから先大変ですね、頑張らなきゃ。あ、アナムネさんからクエスト、森周辺の調査、出張キャンプの設立に力を貸してほしい。これは知らない内容ですね、ちょっとやってこようかな。仕事とはいえレジスタンスの皆さんのお手伝いが多いですよね。雑用感があるというか、なんというか。仕事に文句言わない。レジスタンスと情報交換するのは重要な任務。それに戦闘より雑用の方が安全、死ぬより死なない方がいいに決まってる。そうですね。侵略者を発見。お後ろの我らが森の命を捧げる。王様いないよ。こちらに反応ありですね。この辺りかな。ああ、敵が。うわーお。うわーお。いきなり来ましたね。あ、これでおしまい？え、こんなにあっけなくて大丈夫なの？終わりましたよ。アタッカー2号、あ、そういうこと。 2B の B は？旧型ヨルハ A2 の情報があれば教えてほしい。どういうこと。アネモネの過去、気になる。どこに行けばいい。挟まれてくると言っても、どこを探せばいいのか。戦闘時に発生するエネルギー反応を調べていくのはどうでしょう。アンドロイドや機械生命体が破壊されると融合炉などがダウンするんですが、その時に放出されるエネルギーが検知できるんです。現在このエリアで戦闘任務に入っているのは僕らだけのはずですから、エネルギー反応があった場所にA2 がいる可能性は高い気がします。廃工場は土地に集中しています。マップにポイントしておきますね。興味深い。
への情報を求めて工場廃墟までやってきてみました。でもここ入れるのかな。まあ後々ね、パスカルとやってくることにはなると思うんですけど。あ、入れる。これは A2 の戦闘の後でしょうか。肝心の A2 の反応はないみたいですね。なんだろう。ポット、解析をお願い。解析結果、ヨルハ特殊指定機体 A2 に関するデータログと推測。内容は破損部分が大きく、これ以上の解析は不可。どうして機械生命体が A2 の情報を。他にも反応があります。行ってみましょう。ここはまだ宗教とかが、ああそうですよね。だってまだネットワークの中にいるから。普通に製造されてる感じですね。データチップ D。他にデータチップの反応はありません。これで最後のようです。ポット、回収したデータチップを解析後、各チップと照合して。解析完了。 A2 に関するデータを含むデータ群、他データチップと照合。照合完了。第14次機械戦争真珠湾降下作戦に関する報告書と推定。真珠湾降下作戦。僕たちの前世代旧型ヨルハで遂行された作戦ですね。とりあえず目的は達しました。レジスタンスキャンプへ戻りましょう。了解。あ、でも姉さん拾ってきましたよ。これはやはりあの2号だ。 2B 見て2号って言ったのって A2 と似てるからとかそういう。やっぱり。わー、今何してるんだ。そう、そうなんですよ。そんな、A2 が、すまない。姉も姉さんにそんな過去が。姉も姉さん、A2 さんと何があったんでしょう。語るには時間が必要なこともある。長く戦っている兵士ならなおさら。そうなんですね。ナインエス、あなたも。え？あなたにもいつか分かる日が来るかもしれない。はい。ブラックボックスの自爆のことを言ってますか、トゥービーさん。というところで今回は終わらせていただきたいと思います。ストーリーがなかなか進みませんね。はい。ということで、また次回この続きはやっていきたいと思います。今回ここまでご覧くださいまして
ありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。クエストあるのかな？ストーリーだと思いますけどね。はい、ということでまた次回、はい、やっていきます。それではマナトでございました。ありがとうございました。